田誠一さんはい、えー、日本維新の会の岸田誠一でございます。 実務者協議をさせていただきまして、まあ、早期に被害者救済法案、共同で提出をさせていただいたことが、まあ、今回の臨時国会中に、まあ、政府提出法案ですが、修正も含めて実現できたのではないかなと思います。まあ、そういう意味で、与野党が、えー、迅速にこの被害者救済をしていかなければならないということで、力を一致して実現できたということなのかなと、えー、大変うれしく思っております。 まあ、あのこのようなことの中で、えー、今後ですね、発生するであろう、まあ、このまだ参議院は、えー、参決はなされておりませんけれども、今後発生するであろう問題等も含めまして、えー、質問をさせていただこうと思うんですけれども、まずこの、えー、消費者契約法改正と新法に関する立法事実というのは何でしょうか河野大臣。 旧統一教会問題などに関し、いわゆる霊感商法として悪質な行為がなされることがあります。加えて同様に、社会的に許容しがたい悪質な寄付の勧誘行為がなされることがあるとの実態も認められたところでございます。もっとも寄付については、消費者契約に該当しないものもありうるため、消費者契約法により取り消すことができる範囲を拡大するなどの 同法,の同法改正のみでは、すべてに対応することはできないものと考えられました。そこで一般に、法人等からの寄付の勧誘を受ける個人の保護を図る観点から、法人等による不当な寄付の勧誘を禁止するなどの規律を設ける新法案を制定することにより、消費者契約法と新法とが相まって、寄付の勧誘を受ける者の,の保護を図ることを目的に、 新法案を提出すすることとしたものでございます新法案は、これまで救済できなかった被害をより幅広く救済し、また将来に向けて被害の防止にも役立つものであるとはいえ、立法事実に対応したものと考えております。 岸田誠一さん、はいえー、立法事実というのは、法律を制定する際に、その法律の合理性を支える社会的事実というような形で定義づけられているわけでございますが、そうしますと、この今、旧統一教会が、まあ、立法事実の中に入ってきたわけですけれども、政府としては、この社会的事実をどのような形で調査されたんでしょうか。 どなたが答弁これまで、あのいろいろ、えー、少子生活相談窓口に寄せられました、えーその各、全国各地の相談情報を分析したり、また、この夏からは検討会を開きまして、えー 旧統一教会の被害者の方々の話、弁護団の話、方々のお話等を伺いまして、えー、あの事実を調べたものでございます岸田誠一さし、はいえーまあ、そういう事実を確認していって、今回の、まあ、立法事実ですから、それに対応した法律になっているんだろうと思います、まあ。そういうところが随所に見られるわけでございまして、例えば3条の配慮義務に関しては、個人の自由な意思を抑圧している。 抑圧している事実があるから、こういう法律を作っているんだろうと思います、えー。適切な判断をすることが困難な状態に陥る、陥らせることがあったから、こういう法律を作ったのではないかと思います。また、個人、またその配偶者、もしくは親族の生活の維持を困難にする、困難にしている事実があるから、こういうことをするなという法律になっているんだろうと思います。また、禁止行為に関しては、退去しないとか、あるいは連絡をさせないとか、 あるいは、えー、拒否できないような場所に同行させるとか、こういう事実があったから、こういう法律になっているんだろうと思います。また、この6号に関しては、あの言うまでもありませんけれども、えー、将来生じる重大な不利益を回避することはできないという不安を煽る、こういう事実があるから、こういうことはするなということになっているんだろうと思います。まあ、そういう意味で、えー、岸田総理が何度も、えー、旧統一教会は社会的に問題のある団体と、 こういうふうに言っているのも、今のような調査結果、事実の認定、こういったようなところで、このような表現を公の場でされているんだと思いますが、この認識は政府全体の認識としてよろしいでしょうか嫌な文部科学副大臣、はいあの。旧統一教会については、悪質商法に関する問題や、親族の入信に起因する家族の困窮等の問題と、さまざまな問題が指摘され、 政府が設けた合同電話相談窓口においても、金銭トラブルから心の健康に関するものまで多数の相談が寄せられていると承知をしています。また、特定の宗教であること等を意図的に隠し、社会的に相当と認められる範囲を逸脱した方法によって勧誘等を行い、献金等をさせたことが不法行為として裁判上認められた事案も承知しております。ここういったととから考えてて政治の判断として 社会的に問題があるということを岸田総理は答弁されたものと認識しております。文部科学省としましては、宗教法人法を所管する立場から、法令にのっとり、適切に対応していかなければならないと考えております岸田政一さん、はいえー。政府が社会的に問題のある団体と認識している、し始めたのは、いつ頃なんでしょうか、はい、どなたがお答えになりますか。 はい、速記止めてください副大臣今ほど大答弁をしたようにです、ね、この旧統一協会につきまして、この悪質商法に関する問題、親族の入信に起因する家族の困窮等の問題と、さまざまな問題が指摘をされ、政府が設けたこの合同電話相談窓口においてもです、ね、金銭トラブルからこの健康に関するものに多数の相談が寄せられていると。 こうしたことを踏まえて、ですねまあ総理は政治の判断として、社会的に問題があるというふうにご答弁をされたものというふうにえ認識をしております串田誠一さん。はい、あの具体的には何年頃を言ってらっしゃるんでしょうかはい答弁できるあ柳副大臣あの今申したように、ですねその総理がですね、えーこう 社会的に問題があるということを答弁されたということについて申しますと、今申し上げたようにです、ね、さまざまな社会的な問題が指摘をされ、そして政府が設けたこの電話相談窓口においても多数の相談が寄せられていると、こういった状況を踏まえてです、ね、そういった答弁を総理はされたということであると認識をしております岸田誠一さん。はい、そうすると、この社会的に問題のある認識というのを、えー、始まったのは今年ということでよろしいんですか。 はい、柳田副大臣あの総理がです、ねえー、あの答弁をされたということに関して申し上げればです、ね、そのようなお話として、総理はそのようなご答弁をされたというふうに認識をしております串田誠一さん。 まあ当初、はあの立法事実の質問をさせていただきましたが、何らかの社会的な事実に基づいて、その法律を支える合理性をがあるのが立法事実というんですけど今年それを認識したので、この法律を作ることにしたと、そういう理解でよろしいで矢名、どなたがございますか、矢名副大臣、新法の立法事実につきましては、はい、所管ではございませんので。 答弁は差し控えたいと思います。えー、せ政府の方で答弁ありますか。はい、黒田次長。えーえー、その。 統一教会の問題については、さまざまなところで情報収集し、その最終的にその社会的な問題がある団体として、総理が答弁をし、そこでその最終的なこうなんて言いますか、トリガーといいますか、きっかけについては、まさに今年のお夏ぐらいの話だというふうに認識しております岸田誠一さん。 はいまあ、あの申し訳ないけど、あまりにも世間知らずというか、ですね国民が聞いたら、何国会議員やってんだって思うんじゃないですかね、まあ、そういう意味で、ですねこの社会的に問題のある団体という認識、まあ今年からだということでもいいですけれどもね、そういう認識があったのであって、その確定したのであるならば、今更さら報告徴収や質問権いらないんじゃないですかという、そういうのが皆さんからの質問だと思うんですよ。 だってそういう認識したわけでしょ、そしてこういう法案を作ったわけじゃないですか、現実にそういう事実があるという、そういう団体を存続をさせ続けるということ自体、もう一度確認しないとできないことなんですか、はい、黒田次長。 統一教会の存続をさせ続けるかどうかということは、またちょっと別の問題だと思いますが、この新法につきましては、そういったこれまでのそういった事例も踏まえまして、また統一教会以外のそういった団体においても、こういった悪質な勧誘行為が行われることによって、新たな被害者を生み出すことはあってはならないという認識のもとに立法したものでございます。 岸田誠一さん、はいえー、一国の総理がです、ねえー、公の場で社会的に問題のある団体と断定している、そこにまたあいろいろ報告聴取や質問を行使して、いや、これはもう存続のままでいいんだっていうふうになれば、社会的に問題のある団体って撤回するんですか。 ここに書かれていること自体、存続させちゃいけないようなことがずっと書かれていて、それで法律作ったんだと思うのでね、そんなことをやって、時間が経過するということが、被害者を増やしていくことになるのではないかというふうに指摘されているのではないかと思います。さあ、そこでですね、この仮に解散が請求される場合というのは、どの団体なんでしょうか。 まあ今までは関連団体、多数の関連団体、そしてその関連団体に何らかの形で加わっている場合には、問題があるということで指摘されてきました、さあ、この解散ということの請求をするときには、この関連団体も含めてすべてに対して請求するものだと私は思っているんですが、それは間違いないでしょうか。柳田副大臣 あの宗教法人法第81条1項に基づくです、ね、裁判所による解散命令につきましては、宗教法人が対象となり、当該宗教法人以外の団体は対象ではありません、で関連団体に宗教法人法は適用されませんが、まあ、関連団体についてです、ね、まあ、法令に違反するような事案があれば、適切に処法令を適用して対応されることとなるということは、復元したいと思います。 岸田誠一さん、はいまあ、関連団体がずっと問題にされている中で、仮にその宗教法人が解散されたときに、関連団体等も含めて、ほとんど変わらないか宗教団体が新たに設立をされるということは、国民も大変心配していると思うんですが、その点について、この問題はあについてのご説明をお願いします柳田副大臣。あの お尋ねについてですね、その,家庭の話につきましてはです、ねえー、個別具体の事情により判断すべきこととなりますの,なりますので、ご了承いただきたいと思いますが、まあ、一般論として申し上げればです、ねえー、この宗教法人法では宗教法人の設立に係る規則の認証について、所轄庁は、えー、その申請が同法に掲げる要件を備えているかどうかを審査するということになります。またその審査基準ではです、ね、認証にあたり、宗教団体性の確認の観点から、法令に違反し、 公共の福祉を害する行為を行っていると疑われる場合にはその疑いを解明するための調査を行うことというふうになっておりますで、この第81条第1項第1号または第2号前段のこの部分によりましてですね、このあ失礼しましたで、このですね 認証しないという旨のですね決定をする場合には、宗教法人審議会の意見を聞いた上で判断するということにもなっております田さえー、せっかくこういう法律を作り、そしてそれに関する今回、まあ、非常に注目を受けている、えー、報告聴取や質問権による解散命令請求がどうなるのか、でこれで解散になったからといって、また同じようなものが。 出てきてしまったら何にもならないわけですから、それに対する対応というのもしっかりと、この家庭の話というよりは、家庭の話というのは、被害者出てから考えるじゃダメなんだと思うんですよね。それは家庭の問題ではなくて、今後予想されるべき被害を、えー、阻止していくっていうのは、これ、家庭の問題ではありませんので、しっかりと対応していただきたいんですが、その解散命令に関して、解散が、 命令が出される直前に、宗教法人法の任意解散をすることは可能ですか柳副大臣お尋ねにつきましてはです、ね、家庭の話でありまして、まあ、個別具体の事情により判断すべきことでございますけれども、一般論として申し上げれば、一定の手続きを経た上で、宗教法人は任意に解散することができることとされています。で具体的には、宗教法人が任意解散しようとするときは、 信者その他の利害関係人に対し、解散に意見があれば、2か月をくだらない一定の期間内に申し述べるべき旨を報告すること、またその期間内に信者その他の利害関係人が意見を申し述べたときは、その意見を十分に考慮して、その解散の手続きを進めるかどうか、再検討しなければならないこととされ、その後にその解散について、所轄庁の認証を受けなければならないこととされています。まあ、こうした手続きが行われない場合は 解散についての認証が得られない理由となると考えています田誠一さん、はいまあ他の規制法案に関しても、何らかの形で、えー、制裁が加えられる直前に、えー、任意に解散をするというようなことが、えー、指摘されることって結構あるんですね。ですから、今回もそういうことがないよう、例えば任意解散の届け出がなされた場合には受理しないとか。 留保するとかいうようなことを政府としてしっかりと、えー、取っていただきたいと思います。さあそこで今回の場合、被害者救済の法律になっているんですが、解散がなされた場合に、被害者の救済というのは実現されていくんでしょうか、はい、黒田次長。 お答えいたしますあの今の解散がなされた場合というのが、あ宗教法人法上の解散だとすれば、あのこのここでいうその、えー、この新法における法人等というのは、必ずしも法人格が必要とされておりませんので、えーその、いわゆる権利能力なき遮断といったような形でですね、えーその 団体ということであれば、適用が可能ですので、そういったところに追いかけて、いろいろ行政的な措置をしていくということになろうかと思います串田誠一さん。せっかく債権、ね、者代意だとか、そういったような規定があるんですけど、先ほど任意解散と申し上げたのは、被害者からの請求が想定されるときには、任意解散をして財産を逸失してしまうと。 いうようなことを考えられるわけですから、しっかりとそういったようなところをですね被害者救済ができるような形を政府も事前に検討していただきたいと思います。えー、次にですね、あの弁護団、今回も参考人として出てこられるんですけれども、まあ、弁護団がこの法律は被害者の救済にならないんではないかという懸念を示されました。でこれれ法律といいうのののはそれを救済している本当に直前のあの 直接の窓口が一番現状をよく知っているんだと思うんです。その現状を知っている弁護団があの懸念を示しているということに関して、弁護団に何らかのこの進歩を説明されているんでしょうか。黒田次長、政府としてはこの本年8月から10月までにかけてこのお法法案を作るにあたその際しまして5回にわたり。 霊感商法との悪質症犯の対策検討会を解散しその報告書をまとめそれをもとに作っておりますがその検討会の中には長年その統一協会の関係で被害の方を弁護されている弁護士の方にも入っていただいておりますまた途中その団体として面談したというわけではございませんがあのこの弁護,弁護団の方とも この内容について、まだその途中の段階ではありましたけれども、議論する機会はございました串田誠一,さんまあ一番、困惑だとかの精神的な状態が、まあ、そういう行為が行われる、えー、時点で寄付をしていない。 事前かなりマインドコントロールがなされた段階で、給、えー、付をするというようなことは、この法案では、えー、救えないんじゃないかというような発言が予算委員会でもあったかと思うんですけれども、こういうその弁護団の懸念、せっかく国会にやってきてくださって、そういったようなアドバイスをしていただいたわけですから、これに関して、政府としては見解をあの、検討しているということでよろしいですか。 上田審議官、はい、政府としてはいろいろ検討してまいりましたけれども、政府内での判断としては、現行法でできる限りのところまで取消し権禁止について、検討して取り組んできているということで、今後、しっかりと説明をして、ご理解いただきたいというふうに考えております串田誠一さん。はいあのまあ、そこの中で,です、ねえーまあ、今 国会でいいいろろなな議論がなされています。例えば必要不可欠というのは、現実には必要不可欠という言葉を言う必要もないんだというような話もありましたが、こういう国会での議論と、現実に被害者が司法の場で争うというようなときに、この議論というのは、裁判をするにあたっては、どういう形で反映されていくんですか。 はい、どちらが。どちらが、ございますか。はい、上田審議官。はい。えっ、ー、と。続きました。あの必要可決、困惑など、いろいろご議論いただいているところでございますけれども。えー、規定につきましては、あの政府内で、いろいろ検討しまして、要領などを調べ、誤解のないような。 表現をできるだけしておるつもりでございますけれども、一般の方について見ていただくと、なかなかあのすっと入ってこない汚れが使われているということはあの承知をしております。実際ににはその、えー、ででききるだけあの趣旨でありまますとか意味につきまして 解説をするということで、丁寧に説明をするということで、政府の見解を示そうとしているところ、築上の解説のような形で示そうとしておるところでございます。そういった解釈の疑義が生じないように、しっかりと取り組んでまいりたいと存じます、岸田誠一さん。はいあのまあ、今、質問したのは、まあ、救済をするにあたっては、まあ、すぐにその分かりましたと。 お返ししますというように、任意にですねやってくれるんだったら、それは一番いいんですけれど、そうでない場合には、訴訟の場で争うざるを得ないわけですよね、そうすると、この法律を見ると、必要不可欠というものの言葉を告げるってなってるわけです、今はこの議論をしてるわけですから、すべての人たちは、いや、これは違うよねというのは覚えてると思いますよ。だけどこれが何何ヶ月何年か経って この問題どうなんだろうといって、この法律の条文を見たときには、必要不可欠ということを告げるというふうに書いてあって、告げるかどうかという立証責任が被害者に課せられてしまう可能性があるわけですよね、でそのときに、こういう問題は解釈論としてはそうじゃないんだということを、どういうような形で被害者に提供していくのかというのをお聞きしてるんです上田審議官。はい 被害者の方々に、あのできるだけ、まあ、今回、新しい法律でございますので、この法律の周知を図る際に、しっかりとまずやっていくことかというふうに思いますし、あのこれが定着していく中でも、解釈の疑義が生じないように、あのしっかりとまず法律の築城解説のようなコメントあるなどで、詳しく解説をしていきたいと思いますし、その他、うーん。 またあの裁判例などもフォローする中で、しっかりと要望として定着していくように取り組んでまいりたいと考えております串田誠一さん。まあ場合によっては、司法の場で裁判官がですね、そういう国会議審議というものを判決を出すにあたって、必ずしもそれに従うとは限らないというところがあるわけですよ。でですすから今のの話ですとこの審議が 司法をもう拘束をするということでよろしいでしょうか、それ、明確に言っていただいたほうがいいかもしれません。上田審議官はい、あのー 今、現在、国会で、用語も含めて、新法のご議論をいただいておるわけでございますけれども、国会でのご議論は、立法者の意思があの示されて、ご議論いただいているということでございまして、今後、仮にえ法人等とえ寄付者の間で仮に訴訟になったような場合でございまして、その今回の新法の規定が争われ,争われるようになった。 場合には、現在行われているこの国会での議論が、その立法趣旨として裁判官に参照されるという場合があるものというふうに考えております。立法趣旨を法廷において示されるということが、ありうるということかと存じます串田誠一さん。はいその参照するときに、この膨大な議事録を確認するって、すごく大変なんですよね。ですから あの野党の方からも、そういう解釈は条文の文言にした方がいいんじゃないかと、疑義がないようにというような提案もあった中で、いやいや、こういう解釈があるから大丈夫なんだよという政府の説明があったわけです。ですから、ある程度重要なポイントに関しては、消費者庁の方で、しっかりとこの条文の、 文言の注釈のようなものをです、ね、一覧にして、ホームページ上で掲示等をされた方が私、いいと思うんですけれども、いかがでしょうかはい倉田次長、はい、今の,あの委員のおご意見も参考にしながら、しっかり分かりやすく広めていきたいというふうに思いますはい串田誠一さん。はい、えー 少し細かいことなんですけれども、この2条のです、ねえー、単独行為というのがあるんですけれども、えー、この単独行為というのは、えー、法律契約になる場合ばかりなんでしょうか、それとも法律行為、契約ではない場合も入るんでしょうか黒田次長。えー、単独行為 は契約ではないでです串田誠一さん、はい、あの契約ではないとすると、8条で取り消すことができるとなっているんですが、契約でないものは取り消せるんでしょうか黒田次長。例えば、ここでの、そのえー、まずそのここの,その単独公演まで、えー、入れた趣旨でございますが。 基本的にここはあの、寄付、不当な寄付に向けた勧誘について禁止しようという場合にです、ね、その寄付について、そもそも契約なのか、そうでないのかといったさまざまな議論がございました、そういった意味で、まあ、多くのものは我々の議論の整理では契約で読めるというふうに整理はしたんですけれども、やはり単独行為というのも残った場合に、まあ、そういったその、 えー、そもそも寄付って契約なのかどうかということを議論するのではなくて、しっかりそういった不当な勧誘があった場合には、この法律でもって、えー、そのしっかり禁止をその行政措置ができるようにするという趣旨でこの両方設けているんですけれども、例えば今、お尋ねの単独行為の場合は、債権放棄などがまあ考えられます、まあ、実際にこの勧誘でですね産債務放棄というのはあるのかどうかというのは、 なかなかレアなケースではあるかと思いますが、例えば、債務放棄を、そのでもって、実質的に寄付をするといったような部分があった場合に、それを取り消すことであれば、債務放棄が訴求的に無効だったということになりまして、放棄された債権放棄ですね、債権放棄、自分がその相手におおこう貸してあるお金をですね、 についても返さなくていいよという形で実質的に寄付をするといったことが考えられるんですけれども、そういった債権放棄の意思表示を取り消す場合には、債権放棄が訴求的に無効だったということになりまして、放棄された債権がせず、ずっと存続していたということになります田誠一さん、はいまあ、今、債権放棄というのがありましたが、単独行為は意思表示ばかりなんでしょうか。 はい。はい、いいですか。黒田次長。はい、はい、あのご指摘の通りでございます。串田誠一さん、事実行為は入らないんですか。意思表示に限らない事実行為というのは入らないという理解なんですか。黒田次長、入りません。串田誠一さん。 いやこれは今今日初めて今聞きましたが、少し問題があるんじゃないかなと、改めてまた明日の質疑もあるので、同等に議員にもちょっとお話をしておきたいと思うんですけれども、そうすると、取り消しができるのは意思表示、そしてそれは契約には限らないけれど、しかし、意思表示に限るんだと、そういういやあのこの部分での定義づけでよろしいですか黒田次長。 はい、ここで取り消すのは、意思表示の取り消しということでございます串田誠一さし、はい、この世間、この今の中ではです、ね、意思表示に限らないで、財産的なものが移動されていくということもあると思うんですが、そういうものは存在しないという理解ですか黒田次長。 あのそういうものが存在しないということは、すみません、分かりませんけれども、少なくともこの法律で、えー、対象としようとしているのにも,ものにつきましては、契約の場合と単独の行為の場合で、取り消すのは意思表示ということで、こうそういう立てつけとなっております岸田誠一さん。はいえーまあ、この点に関しては また改めて問うことがあるかと思いますけれども、次にですね、これもいろんな委員から質問されているところなんですが、この無償で寄付という部分には、売買は入らないんだということなんですけれども、どうしてこの売買と無償の寄付とを別立てにしたんでしょうか黒田次長。 えまず、今回の法律を作るにあたっての立法事実として、高額な寄付がまあ問題になっているということで、この法律を立法したということでございまして、この,このような今回の法律のような規制を、一般の,その売買を含む取引までえその広げてしまうと、その、 該当する部分が大きくなりすぎまして、そ,そこまでの,その今回の法律を作るほどの立法事実、そういったこの売買にまで今回の,その禁止行為等をその適用するというところまでいくと、ややその取全体の,その経済取引の関係から行き過ぎだというふうに判断したということで、悪質な寄付の勧誘にそのこの法律を禁止するために、 本法律を作ったという次第でございます岸田誠一さん、まあ。立法事実ということであるならば、まあ、世の中で一番知,れ知られているのは、壺の購入なんじゃないかと思うんですよね、高額な壺あれは売買なんでしょうか、無償の寄付なんでしょうか。はい、上田審議官、はいえー、基本的には売買 とういうふうに考えておりまして、消費者契約法の、えー、規定で取り消しが行われる、えー、ものかと思いますけれども、例えばその、えー、そ,のその原価といいますか、原価と,言い原価とその販売価格のようなものに大きな乖離がある場合、それは、えーっとあのまあ、そこはあの契約ではない、えーっと、契約ではないと。 寄付,寄付ではなく、契約を装ったという寄付を装ったような場合に、外形上契約の売買契約の停裁を取ったに過ぎないと判断されるような場合には、その実態は寄付と認められますけれども、えー、まあ寄付に該当するか否かにかかわらず、不当な関与行為があれば、消費者契約法の取り消し権の対象になりうるというふうに考えております岸、はい、田誠一さん。 はい、あの私の認識と、立法事実というのはかなり違う気がするんですけど、世の中で、社会問題になっているのは、つぼがよく取り上げられますよね、そして、そのつぼって対価的に合ってないんじゃないですか、一般的には。それをつぼの場合は売買だから、これに入らないって言っちゃったら、この立法事実に対する法律にならないでしょう上田審議官。 申しありませんあの申し上げたかったのは、そういう場合に、見合ってない場合には寄付と考えてよろしいということでございます串田誠一さんまあ要するに、時価的なものと寄付と金額とが合致していない場合、まあというのはどのぐらいのことを想定されてるんですか。黒田次長 それはまさにケースバイケースとなろうかと思います、一般論ではなかなか申し上げられないということだと思います串田誠一さん。まあこういういろいろな意味で、不当なあそのマインドコントロール等を行っている場合にはね、それが無償の寄付であろうが、売買であろうが。 それはちゃんと救済すべきなんであって、被害者の側で,で、ケースバイケースだから、どちらかの法律かは被害者の方が考えて訴えてくださいと、そういう立場なんですか黒田次長。この売買の場合におきましても、その取消権を主張するということであれば、ああのまさに消費者契約法が。で をを用いればです、ね、後から取消権を主張すすることができますそこはやはり、確かに裁判を実際に起こすとなると、一般の方がどうやって起こすというのはその難しいというふうに思われますので、まさにその法テラスといったような、そういったことで、その一般の方が実際に被害を回復することを支援していくということも非常に大事だというふうに思っております岸田誠一さん。 はい、この法律のね、タイトルが、法人等による寄付の不当な勧誘の防止等にって書いてあるんですよで、不当な勧誘ってどういうものかっていうのも書いてあるじゃないですか、不当な勧誘があると思われるような場合には、契約をしたことが無償な寄付なのか、それが形として売買なのか、そういうことにこだわらずに、この法律によって適用されるんだということ、明言された方がいいと思いますよ、いかがですか、はい、黒田次長。 この法律で未然に防ごうとしているのは、その不当な、まあ、寄付でございますその禁止行為については、売買というよりは寄付でございますので、えー、そういう意味では、委員がおしおご指摘のようなちょっと名言というのは、ちょっとできかねるということでございます串田誠一さん。まあ例えばね、時価とか言っても、時価は合ってるかもしれないけど、買いたくないものを買わされると。 いうことだってあるわけでしょそういう場合、時価と金額と比べるだけなんですかやっぱりそういうものを含めて、不当な勧誘があったらば、どんなものであったとしても、救ってあげようよと、不当な勧誘した方が悪いんだから、そうじゃないですか倉田次長 えまさに委員のご指摘のとおりでございまして、不当の勧誘等を受けた場合にはです、ね、今、私、ここにそのバッチつけておりますけれども、まずは188というところに電話をしていただければです、ね、えー、お近くの消費生活センターが、あー一般の方は別に何法に何がかかるかとか、いちいちその普段の生活で認識していただく必要はなく、消費生活センターの,その相談員の方が、専門知識に基づいて必要な助言、 を差し上げたりとか、場合によっては、事業者にと直接間に入って斡旋をするということでございますので、ぜひ、そういった不当な、この場を借りて申し上げれば、不当な勧誘等を受けた場合には、ぜひ188にお電話をいただければというふうに思います串田誠一さん。はい、あの今、188に電話させていただきました。はは一緒でですこれはどちらに当たるんでしょうか黒田次長 あのもう少しあの実際に助言をする場合にはです、ね、まずはしっかり、あの今頂い,いたような情報だけではなくてです、ね、しっかりどういった業者からどういった状況を聞き取ってからお話しするというふうに思いますので、今この場で、今のお尋ねについてそのお答えするのは差し控えたいと思います。串田誠一さん まあ国会でも差し控えられるんですから、188かけたってね、ちゃんとした答え得られないような気がいたしますよ。さあそここでですねううういうような売買 ににななっっててしまった時にはは今回の法案ではなくて消費者契約法の方に該当するということになれば、消費者けこの新法で書かれている救済の債権者代権の定期債権の将来的なものとか、いろいろな取引消し権とか、こういったようなことが書かれている、こちらは救済を受けられなくなるんですか上田審議官。はいあの 指摘の取り消し権については、こちらの法律で対応、消費者契約法の取り消し権もこちらの法律でえと代議できるような仕組みになっております岸田誠一さんだからこういう答弁をするとです、ね、考えられるのは、無償な寄付ではなくて、売買という形態にしていこうというふうに団体、考えるんじゃないですか、そういった心配ないですか黒田次長。 まさにそういった心配はございますが、我々としてはそういった脱法行為,を行為は絶対許さないという姿勢を示し続けることが大事だというふうに認識しております串田誠一さん姿勢を示してもね、そういうふうにやっちゃうわけですよ、売買にして、そしたら消費者契約法だけになるわけでしょ。 今回の新法のいろいろなあの救済の勧誘の,のこととか、そういったようなことの禁止条項とかは、ここには該当しなくなっちゃうわけじゃないですか、でもやってるのはね、金銭的な対価が大きくなれば新法だよと、近くなっていくと消費者契約法だよと、そういう違いい違なんですかね、はい、黒田次長。えー およそ悪質商法をおに対応する法律というのは、希少者契約法とこの新法だけではございません。もちろんそ、それぞれ特定の,、えー、そのおいろんな手口に応じた。 法律がございますがあその、私どもはそういった悪質な勧誘を受けた場合には、いろいろしっかりと情報を承って、えー、適用できるいろんな法律を当てはめることによってです、ね、悪質商法にしっかり対応していきたいというふうに考えております岸田誠一さん、まあ例えば身近な例として、おみくじっていうのは売買なんですか無償の寄付なんですか、黒田次長。 まあ、あのおみくじにもよろうかと思いますけれどもその、えー、自分自身の経験で言えば売買だというふうに考え、自分がその今まで買ったことがあるおみくじは売買だったというふうに思います、ね、岸田誠一さん。例えば、車の安全祈願というのをしますよね、かなり高額な、何万円か払う人もいますよね、事故が起きないようにででもらうのはステッカーだったりすするわけですよこれは 売買なんですか？無償の寄付なんですか？黒田次長、そういったことについてもまさにそのこの私どもがさっきと５回と申しましたが７回にわたって行った検討会でも議論がございました。例えばそのステッカープラスの部分の値段についてはですねまさにそのお払いサービスといった対価だという見方も。 ありますし、そこの部分については、あえー、そういったあそのご利益に対する、まあ、寄付といいますか、そういった形でもその、えー、捉えられるんじゃないかということで、実際にはなかなかその、えー、議論が定まってない部分もございます。いいずれにいたしましまてもここはその え先ほどから申したいのは、実際にそれが寄付だとか売買とかですね、そういったことに限らず、我々わが問題にしているのは、そういったことについて、自分が進んで高いお金を出して、ステッカーを買ったというのでは問題はないんですけれども、それをいろいろ勧誘を受けて、無理やり買わされたとか、だ騙されて買わされたとか、そういった悪質な勧誘行為があるのを問題にして、 でその今まではいろいろな、例えば特定商取引法とか、消費者安全法とか、さまざまな法律はございますが、そこではなかなか拾いきれないその悪質な寄付の勧誘について、今回、新しい禁止行為として規定したということでございます串田誠一さん。ですからね、車の安全祈願でさえどっちか答えられないわけでしょ。法律変わるんですよ、被害救済を受ける側の。答えられないわけでしょ。 そんな答えられないようなことを被害者にね、委ねちゃだめですよ。まあ、いずれにしても、金銭的な隔たりがあれば、これはもうあの新法になるんだ。ということは、ステッカーとその安全祈願を出したお金に隔たりがあれば、新法になるんだ、こういう言いとでいいんじゃないですか黒田次長。 ままさにケーケーーススバイだとといいうことでございますそこの部分をどう認定するかという部分が、えー、その実際の事案の悪質性等に鑑みて決めていくということだと思います。一般論で、えー、そこの部分がどうだということは、ここでなかなか申し上げることはできないということは、ご理解いただければと思います、はい、岸田誠一さん、はい。理解するのは私たちじゃなくて、国民なんですよ。国民が判断できるような法律にしないと。ね おかしいいと思いますよしっかり政府、やっていただきたいと思います。ちなみに取り消しをする場合に、例えば都合を壊してしまった、あるいは見つからない、こういう場合、取り消しをすることはできるのか、取り消しをした場合、どういう法律的な問題が発生するのか,お聞か、お聞かせください、はい、どなたがお答,えお答えになりますか。 ちょっと速記を止めてください上田審議官、えー、消費者契約法に基づきまして、寄付の意思表示を取り消した場合の効果といたしましては、給付を受けた当時と、えー、取り消し者が意思表示を取り消せることを知らなかったときは、えー、現に利益を受けている限度においての返還義務を負うと、従いまして、そのような場合には、えー、寄付者はつぼを、えー、壊して、えー、紛失し ている場合には、返還する必要はなく、壺が壊れている場合は、その壊れた壺を返還することで足りるということでございます、はい、岸田誠一さん。何か受け取っていたとしても、それが今ない場合、あるいは破損した場合でも取り消すんだよ、取り消せるんだよというのは、これね。 告知しずいぶんですよ随分前の話でもありますし、壊しちゃったから取り消せないのかなというふうに思うこともあると思うので、そういう場合でも取り消すことができるというのは、ぜひ政府として、えー、広報をしていただきたいというふうに思うんですが、この3条の点のご質問、あの質問させていただきたいんですけれど、この第2号で、個人またその配偶者もしくは親族と。 の生活の維持を困難にすることがないように配慮をしなきゃいけないとなっているんですが、ここには事実婚だとか、同性婚だとか、法律上の親族、配偶者とは言えないものに対しては入らないんですか、はい、上田審議官。審議官あの、もうちょっとはっきりしゃべってもらえますか、ちょっと聞き取りにくいんで、マイクに近づくか。はい 第3条の配偶者でございますけれども、あのえー、条文上は法律婚をしたものを指すものでございますけれども、えー、個別の事情を踏まえて、えー、事実上、婚姻と同様の関係にあるものについて、道場の累積適用をすることは否定されるわけではないというふうに考えております岸田誠一さん。 あのここも明確にあのしていただきたいと思いますのは、生活の維持を困難にすることがないように配慮するわけですから、これ、法律上、婚姻してようがいまいが関係ないと思うんですよ、生活に、えー、の維持に困難にさせるわけだから、だから私としてはこういう言い方ではなくて、生活を共にするものという言い方の方が適切ではないかと、個人的には思ってるんですけれども、今のお話の中で、配偶者もしくは親族というのは、法律には、 こだわらないということをあの明言されたということでよろしいですね。上田審議官、はい。はい。上田審議官。はい、はい。そういうことで結構でございます。そうか。久田誠一さん。はい。ええー、まあこの生活の以上困難にすることがないということなんですけれども、仮にある程度資産があって生活には困難にはならないんだけれども。 まあこういうその、えー、自由意思を抑圧されるような段階で、えー、財産を取得するような場合、生活に困難にならないんだからいいんじゃないかというような解釈もされる恐れもあるんですが、それは、えー、どういうふうな形で対応できるんでしょうか。上田審議官 法人等が当該資産家やその家族の生活の維持を困難にすることがない程度の寄付の勧誘をしている場合でございますけれども、たとえその寄付金額が平均的な資産収入の過程から見れば、相当程度高額であったとしても、第3条、第2号の寄付により、個人等の生活の維持を困難にすることがないようにすることの配慮義務違反に該当することはないと。 考えられま最も,も個別の事案次第でありますけれども、第3条1号や第3号といった別の配慮義務違反が問題になる場合もあると考えております、はい、串田誠一さん、はい、あの今の説明は、第3条は1号と2号というのは、長条的に要件として要求することではなくて、えー、2号というのは、えー、とにかくそういうその自由な意思を抑圧しようが何しようが、そういうことがなくても、 生活の維持を困難にすることがあれば、もうそれはだめなんだと、こういうことでよろしいですか、そしてその資産家の場合には、生活に困難なことではないんだけれども、自由な意思を抑圧しない限りは許されるという理解なんですか黒田次長。 まず、のこの1号、2号、3号の関係につきましては、別にそれがこの両方かかる場合でも、単独でかかる場合でも結構だということだと思います。そして、2号については、繰り返しになりますが、困難にそのならない程度であれば、金額が相当高額だったと,思うとしても、その3条2号に当たらない場合はあるということだと思います。 串田誠一さんこの困惑というのがずっと、まあ、いろいろ出てきたんですけれども、いろいろな意味であの質疑もあったと思うんですが、困惑という言葉これあの、消費者契約法の中には困惑というのがあるとかないとか、そういう答弁があったんですけどこれども、新法になっていくにあたっては、この困惑という言葉これは。 えー、こだわる必要がないかと思うんですけれども、いかがでしょうか黒田次長新法案では、いわゆるマインドコントロールによる寄付について、現行の日本の法体系の中で許される限り、最大限、禁止行為や取消権の対象としております。えー、具体的には 不適切な勧誘を受け、困惑した中で行われた寄付の意思表示には瑕疵があることから、寄付者を保護するため、取り消しを認めるという考え方に基づき、条文を整理を行ったものでございます。可能な限り明確な条文としているつもりでございますが、具体的にどのような行為が該当するかにつきましては、国会審議や新法、新法案の成立後、法律の解釈を示す中で可能な限り示してまいりたいと思います。 岸田誠一さん、はいえー、この部分はあの明日ですね、石橋議員の方からも質問されるということなんで、ちょっとその、えー、事前の部分を、前提を用意しておきたいと思うんですけれども、この困惑というのは内心であると、だからこれ、は当事者が主観的なものなんで、困惑しているといえば困惑なんですよね。だけど、まあ、それでいいのかどうかって言われたときに、先ほどの答弁だと、 困惑をする、いろいろな何を言ったとか、言われたとかっていうことを総合的に勘案してというような、そういう答弁でしたね。うん、その、何を言われ、言ったのかということの立証責任は。困惑を主張する側が証明しなければならないんですか。上田審議官。はい、えっ、ー、と、困惑をしたと、していたと言った側が、立証する必要がございます。岸田誠一さん。 だから、大変な立証が残ってるわけですよ、ね、内心であるだけならば、被害者が困惑してるんですよって言えば済むわけですよね、だけど、どうして困惑したのか、いや、こういうふうに言われたから、こういうふうに言われたから、録音取ってないですよ、それを証明させるってことですか上田審議官。そこはあの まあ記録があれば、あのあのもちろんあの確実だと思いますけれども、そこはあの記,記憶でありますとかあの、関係者の証言でありますとか、そういったものを積み重ねて、現在でも不法行為の訴えをされて、勝訴しているものは、そういった丁寧な積み上げをして、えーまあ、裁判上、そういった困,あの困惑というものが認められているということだと思います。まあえっとまあ 栗田政府提,案提出法案であえて困惑にこだわったわけですから、内心でいいんだということなんで、記憶に基づいて困惑をしていたということであるなら、立証責任としては十分認められるということを今、明言されたと聞いてますけれども、よろしいですね上田審議官。当時、困惑していたことの立証につきましては、 まあ例えばでございますけれども、献金に至るまでの悪質な勧誘行為を具体的に示しつつ、入信当時に煽られた不安が根底にあったことや、被害者本人が献金当時の状況を客観的に振り返れば、困惑していたと考えられることを主張することで、相当当、時困惑していた蓋然性が立証できるというふうに考えておるところでございます岸田誠一さん。 これからです、ね、現実にこの法律に基づいて、救済を受けようというのがスタートするわけだし、先ほど大臣もしっかりこう出来上がった後は、被害者救済に邁進していきたいというような答弁されてましたよ。だったらば、どうやったらね、こう保護できるのかっていうこと自体を、もう少しこう具体的に示していただかないとね、困惑してたというのは、ずっと前の、特にですよ、債権者代意見を行使するときに、本人じゃないわけでしょ。 本人じゃないのに、どうやって困惑させられた事実関係を証明するんですか、はいはい、上田審議官、はいまあ、あの仮に同居していたお子さんであれば、まあ、親がどのような勧誘を受けていたかということはあの、つぶさに見ていた可能性もありますし、まあ、そうじゃない場合にはおっしゃるとおり、なかなか。あのー 難しい場合もあるというふうに思いますけれども、まあ、あの実証につきましては、法、まあ、テラス、それから国,、えー、国民生活センター、消費生活センターでもこれまで詳細にどういったあの接触があった、勧誘を受けた、どういうことを言われたということを聞き取って、えー、相手方とあっせんなり、また裁判の助言をするということがございますので、まあ、そういったことを丁寧にやっていくということは、しっかりとやっていきたいと考えております。 岸田誠一さんその弁護団がこれでは救えないって言ってるんじゃないですか、困惑に関してとか。で、まあ、そういう意味で、この困惑というのの証明がまあ内心困惑な上にね、例えば対価的に払った金額と受け取ったものとに大きな隔たりがある、これ、普通だったら考えられないわけですから、これ、困惑している以外にないという理解もできますよね。あるいは 生活の維持を困難になっている、生活の維持に困難になるほど、何らかの形で寄付をしている、これ、困惑以外には普通、ないんじゃないですか、こういう事実関係だけでも、この困惑ということが証明できることになると私は思うんですけれども、それでよろしいですか上田審議官。その際にあのご本人が困惑していないなと 言った場合でも、おそらく困惑しているという、本当は困惑をしているということだと思いますけれども、それはご本人が後から気づかれて、やはりあの時は困惑をしていたということであれば、困惑を主張、立証していただくということにつながるのではないかと思います岸田誠一さん。まあその今の整理をいたしますとね、対価的に隔たりがあったり、生活に困難な状況になった場合というのは、 これはもう困,難困惑されていたであろうということは推測できるわけですよ。ですから、もうそこの部分で十分証明がなされたというふうに、実務としては扱ってもらいたいというのが政府の意向ということでよろしいですか黒田次長。な、えー、なかなかその 行政府の方から、その司法のほうに注文をつけるというのは、なかなかできるということはないんでしょうけれども、できる限り、そういったその被害者の方が一生懸命出している、いろいろな事実関係の積み重ねについては、しっかりよく見て、判断していただきたいというふうに希望しております串田誠一さん。 司法をコントロールすることは三権分立からできないんですけど、その司法がどう判断するのか、法律にのっとってやるんですよ。ですから、その法律にのっとっている法律の文言は、作った側が、まあ、国会が最終的に決断するんでしょうけど、これはこういう意味なんだということがあったら、それ、司法を従いますよ。本当に救済をするんだったら、立証の責任が難しいような法律ではなくて、こういうね、 不当な勧誘をしているわけだから、そのものを助けるための法律として今、作っているわけでしょ。それを作った法律が立証が難しかったら何もならないじゃないですか。ぜひ、その立証しやすいようなことを提示、今、その格差があるとか、生活が困難な場合には困難を、困惑されていることが推測されるという、それはいいですよね。困惑が証明できたとは言い切れないんですかそれとも推測までは許されますか 上田審議官えとご本人があのときに、えー、何の大会もないものをもらって、高額なお金を払ったということは、私はあのときに困惑をしていたという主張をされるのは当然、えーとそ、構わないというか、そういう主張をされることが、あので、困惑が。えー 立証されるということであれば、もちろんそれで構わないということかと思います岸田誠一さん。立証されるというような言い方になってましたんで、そういう政府としての理解としては、そういうふうな法案条文というふうに受け止めました。えー、次にですね、中小企業の代表者が、えー、企業の財産を寄付,寄付する場合、これは、えー、個人に該当するのかどうか。えー まあ、5条との関連もありますので、明確にしていただけないでしょうかはい黒田次長、えー。オーナーが有するアパートをあ、えーと、中小企業の代表者の寄付について、えーえー、は、その、えー、とあすみません、個人のお、えー、個人が事業のためにしたものについては、あ その新法案に,つにおける寄付には該当いたしませんが、この寄付した方が企業の経営者であろうと、当該企業が他の法人とに対する寄付ではなく、その寄付者が個人として行う寄付であって、それが何らかの事業のためにしたものでなければ、この新法案の適用の対象となろうかと思います串田誠一さん。 はい、あのここはちょっと明確にしておきたいんですが、日本の場合、非常に中小企業多い、零細企業多いですよ、もう個人と企業というのが一体一体となっているところも多いと思うんですね、でそういうような代表者が、まあ、そういうそのマインドコントロールによって、えー、一応、形として会社上の財産というものを寄付するような場合、これは該当するんですか、しないんですか。うん 黒田次長この自らの事業のためということでした寄付にであれば、この法案の,その個人としての寄付には当たらないというふうに考えます串田誠一さんその事業のためっていうのはどういう意味なんですか、事業にプラスになるだろうということなんですか、それとも法律上の効果が事業に反映されるという意味で使われてますか。黒田次長 そこはあの一つのまあ今、概念の申し上げまして、実際にその寄付が事業のためであるかどうかにつきましては、個別の事案に即して理解すると、当てはめていくということになろうかと思います串田誠一さん。その日本は非常に多いと思いますよ、中小企業、零細企業がね。 あのそういうふうに代表者がそういうふうな勧誘を受けて、会社の財産といっても、もう個人財産と変わらないんですよ、家族からしてみると。しかし、名目上は中小企業、零細企業の財産であった場合に、その代表者が勧誘を受けて、寄付をした場合に、当たるか当たらないかって、ケースバイケースっていうのは意味がよくわからないんですが、どういうケースが考えられるんですか。 政府答弁できますか。ちょっと速記を止めてください。黒田次長。えっとすいません。あの繰り返しになるかもしれませんが、事業のためというものについてはその。 まあその行っている、その中小企業が行っている事業のように供するといいますか、その事業がに何らかの貢献をするといったもののために行うものというふうに理解しております伏田誠一さん。要するに、企業にプラスにならない場合には、ここに該当すると、この法律によって取り消しをすることもできるという、そういうことでよろしいですか黒田次長。 それが最終的にプラスになるかどうかということについては、まさにそれもケースバイケースだということになろうかと思いますが、例えば、個別の個人商店とかやっている場合に、売上げのアップを狙ってとか、そういった、例えばそういったことで、事業活動と結びついていれば、これはまあ事業のためということになろうかと思います。たただその意図した結果に 道理に上がらない場合もそれは当然あろうかと思いますけれども、その目的においてその事業にのように供するということで見なされれば、えー、この個人から法人に寄付をするということには当たらないということになろうかと思います。ただ逆に言うと、そのその逆に所有に関わりなくその、えー、例えばこの二条の考え方で言いますと、個人のオーナーといったことで。 その企業の,その財産をこう寄付してしまって、個人として寄付してしまった場合に、もうその事業の継続がもう困難になって、生活の維持にも困難になってしまうというような場合においては、例えばこの配慮義務違反に当たると、そういったそのことで関与を受けていれば、配慮義務違反に当たるような場合もあろうかと思います岸田誠一さん。 今あの3条の2号はそういうところでも当たるんですね、そしたら、まあ、そ,れそういう答弁でしたが、まずその1つ目として、そして、えー、例えばこれをやれば、商売繁盛しますよという場合には、今のお話ですと、これ取り消せなくなりますよね、企業のためにやってるってことでしょ、まさにそういうことが許されないんじゃないですか。 どなたは答えますか倉田次長、えー、ここの、そうですね、ここの、えー、その今のおっしゃられたあケースというのは、えーその、まさにどちらにも当たりうるような場合があろうかと思いますので、まさにその個別のおそ、なんて言いますか、あ状況に応じては、 あこの法律の該当する場合もあれば、あそ,のそうでない場合もあろうというふうに思われます串田誠一さし今、この法案の、ね、説明を聞く場なんですよ。全然説明できないような法案じゃ困るんですよ、ケースバイケースばっかり言われてもね。 そこはやっぱり政府としても明確にしていく必要があると思いますよ、これからね、やはり個人だけじゃなくて、日本は中小企業、特に零細企業が財産を持っているけど、一応会社の財産という場合が多いと思うんです、それを寄付した場合、どうなるのか、悩んでいらっしゃる方、多いと思うので、そこの部分のメルクマール、明確にしていかないと、全部ケースバイケースとか言われてもね、何のための法律なのということになるんじゃないかなと思うんですが、この。 4条でもいろいろ議論がこれまでなされておりました、必要不可欠という文言は必要ないと、しかし、こういう状況の場合には、これに該当するという説明がありましたが、もう一度その点、説明していただけますか上田審議官。必要不可欠の要件でございますけれども、必ずしも必要不可欠という言葉をそのまま告げる必要はなく。 勧誘行為全体として、それと同等程度の必要性や切迫性が示されている場合には、適用可能と考えており、多額の寄付に至るような悪質な勧誘事例の多くは、そのような必要性や切迫性を有しているものと考えることから、十分実効的に対応できるものと考えております串田誠一さし、はいえー、これまでの質疑で、えー、あるのは、えー この第4条6号の中で、えー、そのままでは現在生じ、もしくは将来生じうる重大な不利益を回避することはできないとの不安を煽り、不安を煽った上で、さらにその重大な不利益を回避するためには、党が寄与することが必要不可欠である旨を告げることが必要だというんだけれども、この不利益を回避することができないとの不安を煽っている状況であるならば、 緊急性というか、逼迫性というのは十分にです、ね、もう受けてると思うんですけれども、それと今言われたような要件、どこにズレがあるんですか上田審議官。えー、まず、あ、不安を煽られるということは必要なわけですけれども、不安を煽っておいた上で、もう手はないと、何もないという場合があり得るかと思います岸田誠一さん。 う手はないっていう、必要不可欠っていうことは言わなくていいわけでしょ、だからその言わなくていいときに、こういう状況だったらという説明をされるもんだから、この不安を煽りっていう状況の中で、十分その状況に達してるんじゃないかと、もしそれが達してないんだったら、どこが足りないのかという質問上田審議官。繰、えー、り返しになるかもしれないですけど、不安を煽って、仮にこの契約を結んでも。 でもあなたは助かからななないいいととううようなケースがあるかと思いますなので、えー、とこの契約を結べば、あなたは助かるということが不可欠だということでございます岸田誠一さん全くこう常識的には考えられないんだけど、不安は煽おっていると、しかし、この契約を結んでもあの、あなたは助からないよという場合と、これを契約すれば助かるよという場合。 これをすれば助かるよと言わない限りは、不安を煽っているだけではだめだって、そういうことですか常識的にはあ、そんなね、この契約、不安を煽った人間がですよ、この契約をしても、助からないけど契約してくださいって、そういうことを想定してるんですか上田審議官、えー。不安を煽った上で、契約の必要性を、必要不可欠性を、 告げななななければなららいいいいと分からないとといかうことでございます不安を煽られてどうすればいいのか、答えを示されないと分からないのではないかということを申し上げたつもりでございます串田誠一さん。はい、あの団体がするのは不安を煽るところまでなんですよ、そして最後の必要不可欠なんていうのはあえて言わないわけですよ、何のためにこれ、不安を煽るんですか、そしたらわざわざ。 もうこれ以上回避することはできないと、不安を煽って、そこまで追い詰めた上で、さあ、契約をしてくださいっていうときに、何のために不安を煽るんですか、それでね、不安を煽ることだけはいいよと、こ言わない限りは、それは構わないんだよというのは、おかしくないんですか。上田審議官え 不安を煽った上で、告げなくてもそれと同等の効果が生じているということであれば、あえて告げる必要はないということかと思いますけれども、それは不安を、えーえー、必要不可契約が必要不可欠だと告げたことと同じということと理解しているんです、はい、串田誠一さん、今、聞いている人は、不安を煽りっていう場合には、もう同等だというふうに聞こえたと思うんですけど、それでいいんですね。 不安を煽っている状況で契約をする場合には、必要不可欠だと告げたのと同じだという答弁でしたよ今、今、ねはい、黒田次長その不安を、えー、ちょっと今の言い方がちょっとその分かりづらかったかもしれませんが、その不安を煽っている状況がまさに必要不可欠だと告げているような不安の煽り方であれば、不可欠だと言わなくても、 まさに今、先生がおっしゃるような不安を煽っているということで、って告げたのと一緒だということをその答弁したというふうに理解しています、はい、串田誠一さん。だってここに書いてあるのはね、そのままでは現在生じ、もしくは将来生じる重大な不利益を回避することができないという不安を煽ってるんですよ。どうしようって思ってるわけじゃないですか、言われた方はそしたら それでこの契約をって言われたら、そういう言ってる側がそういう提案をするんだったら、なんとかこれで救われるんだろうと思うんじゃないですか。だからそういう不安は煽られた状態であるなら、必要不可欠ということを言わなくてもいいけど、そういう状態であるという状態と一致してるんじゃないかと、不安を煽りさえされれば、必要不可欠だと言われているのと同等程度の心理的な状態に追い込まれているんじゃないかと言ってるんです。そ,ういうんでそれででいいいんじゃないですか 黒田次長多分実質的には同じことだと思います、そういう意味では、その実態上、まさにその煽っている状態自体が、まさにその煽り方が必要不可欠だと思わせるような煽り方をしていれば、ここでいう、まあ、告げているということとして、その自分が困惑したということで立証、あの主張すれば取り消しうるという場合があるということでございます串田誠一さん。 はいまあ、こういう不安はおりという状況が発生すれば、あえて必要不可欠ということを言わなくても、その状態として6号に該当するというようなえ答弁と受け止めてえおきます。えー、次に、旧統一公会の名称変更についてお聞きをしたいと思うんですけれども、再三、再四ですね。 あの手続き、宗教法人法の手続きにのっとって行ってきたというのはお聞きしてるんですけれども、問題はこれからなんですね、これからなんですけれども、この名称変更を、この要件をですね、改正していくということはなさらないんですか、はい、柳名副大臣。 はい、あの宗教法人法は、戦前に幅広い権限が、あ新武大臣に与えられていたことが、信教の自由の侵害へと結びついたことの反省に立って制定をされており、所葛町の権限は限定をされています、えー。宗教法人が名称変更する場合の規則変更の認証申請については、同法28条に基づき、変更しようとする事項が法令の規定に適合していること。 変更の手続きが同法の規定に従ってててなさされれいいるるこことととを審査することとされていますま同法の制定経緯や目的を踏まえれば、同法を改正し、名称変更に新たな要件を加える等の関与を強化することについては、憲法の規定する信教の自由の意義を十分に踏まえて議論することが必要であるとともに、全国の宗教法人に大きな影響を与えることも考慮,考慮する必要があることから、改正を考えておりません田誠一さん。 はい、もうこれはあの質疑が、やり取りがね、なんでこれ、名称変更したんだという話になったときに、名称変更をまあ進めたとか、まあ、進めてないとかって議論があって、ところが政府の答弁は、これはあの粛々と法律にのっとって変更したのであって、便宜を図ったわけではないんだというような説明を受けてるわけです。 だけど、その説明を受けている前提の中には、名称が変更したことによって、被害が拡大していった、どの団体だか分からないということがあって、政府のえ自民党の方々も、いや、ううそういう団体とは知らなかったっていうお答えをされているというのは、まさにね、自らが、 名称が違うんだったら、それに介入してしまうこともあったんだと、だから責任はその程度で考えてくださいっていう意味で答弁されてるんだと思うんですよ、知らなかったっていうこと自体は。ということは、名称がすごくその政党のいろいろな今回、新法を作ったわけだから、その新法に関するえ団体なのかどうかっていうことの判断基準として非常に重要だと思うのであるならば、 名称変更は今まで通り言われればしますよということであれば、これ、国民分か,んなくない分からないですよ、本当に問題のある宗教団体であるかどうかっていうのは、まあ、そういう意味では、この名称変更に関して、何らかのね、やはり制限なり規制なりっていうのを作るべきだと思うんですが、なぜそれ考えてないんです矢名副大臣。 あの今申し上げたとおりです、ねあの、ご指摘は踏まえたいと思いますけれども、まあ、同法のです、ね、制定経緯や目的を踏まえれば、あこの同法を改正してです、ね、名称変更に新たな要件を加える等の関与を強化することについては、憲法の規定する信教の自由の意義を十分に踏まえて議論することが必要であるとともに、全国の宗教法人に大きな影響を与えることも考慮する必要があると、そういう認識でございます。 串田誠一さんあの名称変更はできないわけじゃなくて、名称変更するにはだって、憲法だったにしても公共の福祉に従わなきゃいけないわけですよね、個人の幸福追求権をもう侵害するようなことは許されないわけでしょ、そういう意味で信教の自由が万能なわけじゃないじゃないですか、ある程度公共の福祉によって制限される必要があるわけで、憲法の違反するというのはどういうことなんですか。 柳田副大臣あのご指摘のようにです、ね、まあ、もちろんあの公共の福祉というものも重要な観点であるというふうに思いますけれども、まあ、同法の制定経営や目的ということを踏まえて、今、お話を申し上げますとです、ね、そうした先ほど申したようにです、ね、この憲法の規定する信教の自由の意義を十分に踏まえて議論することが必要であると、そのように申したところでございます串田誠一さん。 今回の,あの新法の制定に関しては、憲法上の議論はしたんですか黒田次長。えー、各条文をおその規定していくにあたって、えー、憲法上の,おその財産権の侵害、財産権の話とかです、ね、信教の自由、そういったことについては議論しながら策定しております。 岸田誠一さん、はい、あの名称変更に関しても、ぜひね、あの憲法の問題がありましたけど、どういう場面でその憲法上の疑義が発生するかどうかっていう議論をされたんですか、どの場面で矢な副大臣あのお、まあ。議論、議論と申しますか、ですね今、私が申したのはその、同法の制定経緯や目的というところに関して、お話をしたというところでございます。 串田誠一さん、はい、あのここまで,です、ね、国民の被害が拡大している中で、名称変更することによって、どの団体であるかは分からないとか、そこの一致ができないとかっていうことが、こんなに世界で世、世間で問題になってるわけじゃないですか。だったら、憲法で違反するかしないかっていう疑義があるんだったら、それはそれで議論をしないという、するべきではないとは思ってないですよ。どこのの憲法の 何条がどういうふうな問題になっていくのか、ぜひ議論をした上で、この名称変更に関しても制限を加えていくということを議論していただきたいと思うんですが、検討していただきたいと思うんですが、最後にお答えいただきたいでしょうか柳名副大臣あの。繰り返しになりますが、あこの宗教法人法につきましてはです、ね、やはり同法の制定契約目的というものがありますので、そちらを踏まえた上で、 え検,討あの検討していくべきものと考えております、す一さん、はいまあ、こんなにね、名称変更の問題があって、どこの団体か分からなくなってしまうんじゃないかということが、国民も心配しているわけですから、改正の,あのことは考えてないというんではなくてね、しっかりとこの改正、名称変更に関しても、制限をするということを検討していただきたいということを、最後にお願いいたしまして、質問を終わります。ありがとうございました これ佐、はい、村真美さん